はい。株カブ,カブパラレスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。毎日夜に個人投資家が元気になれるような情報を動画で配信しています。そして、給湯銘柄の初動に乗る7つのポイントっていうような動画とか、Yahoo 投稿者の勝手にランキングっていうような動画も配信しています。よかったらぜひ見てください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。それではまず日経。 はい。日経、今日は238円下げました。まあ、これはどういう話かっていうと、大幅反落、先物売りに一段安、都内コロナ感染者242以上の報道もお持ちということでね、今日も242人でしたっけ東京は。はい。まあ、連日ね、本当に200人以上っていうことでね、もう、結構僕もショックなんですけどもね。うん。はい。まあ、大引きにかけてね、まあ、ガクッとちょっと下がってきてね、あの、まあ、金曜なんで、まあ、しょうがないかなっていうところもありますけどもね。 ただまあ、長期で見たときに、そんなにまあ、凹んでるわけでもなく、まあ、心理的な節目のね、2万円までは、まだまだね、あるんですけども、まあ、いきなりまたね、どこでガクッと下がるかわからないので、これは気をつけながらね、見ていきたいと思ってます。はい、日経でした。はい、続いて、テーマ別。新型コロナ関連ということで、まずはですね、リボミックですね。はい。で、リボミック、今日は2%ちょっと下げたんですけども、OB 検にですね、IR が出まして、 で、大量更新に関するお知らせということで次この増資のですね、残りが62万株まで減りましたというありがたいアイラインが出ましたねありがとうございます、りょさんはい、で、まあね、チャートもなかなかねそのそれを期待して上げてきているところで出してくれたんでで、今日のですね、出来高が660万株ありますねだからあと62万株はもうすぐにね、終わってほしいと てるのでまあ、簡単にね。こなせるんじゃないかというふうに思ってますので、早く全部終わってください。よろしくお願いします。リ岩見クさんはい、リバイクでした。で続いてアンジェスですね。で、アンジェス今日8%上げましたね。はい、久しぶりのリ,リバだったと思いますね。はい、まあね。ここのタイミングでね。いきなり8%上げてきたんでうん。ちょっとびっくりしましたけども、特にね。新しいその情報、何かポジティブなものが出たわけではないと思うんですけども。 はいただ、むしろですねこの <laughs> ネガティブなやつが出てこの「デイリー新庄」なんですけども「コロナワクチンのアンジェス創業」「半大教授」「逮捕状の出た NMB 元メンバー夫との関係」っていうような、まあ、話が出て「で18年間最終赤字合計は430億円なのに」っていうですね、まあ、サブタイトルまでつ,つけてくれてるんですよね。はいまあ、これはでも中身を見てください、まあ だからっつって何っていうこともなくですね株価もまあ全く無視して今日は <laughs> 上がっていましたんではいまあねあのフライデーのような話とは全然違うテラに対するようないうものとはまあ違うような話になってますねはいアンジュースでした。で続いてテラですねはいテラ今日はまあほんのちょっと下げただけですもう で、寺側はですね、逆に反撃の話を出しまして、で、本日株式会社ブルーオーシャンアソシエイトが、組、猫組長こと、えー、菅原さんに対して被告、被害届を提出しましたということなんですよね。はい。うん、まあね、これフライデー絡みの、はい、とかね、その辺の話に今関連している。 ことだと思われるんですけどねはいこういうの一応テラ出しましたねまあただ株価にあんまり、えー、影響されませんでしたね特にまあ今日は左方の方から右下がりできてですねまあ、日経とほぼ同じような形で推移しましたんでねはい今日は別にテラらしい動きはなかったと思いますねはいこれがテラでしたはい続いて YNC ホールディングス、これがですね、7%上げましたね、それからエアテック、えー、これも3%ちょっと上げて、まあ途中までね、結構元気よくまた上げてたんですよね。で、これはですね、おそらくこの報道だと思うんですよね。はい、抗ウイルス製品増産続々っていう、まあ、話がですね、これ日経のエアテックのところに今出てた話で、で、これ何かっていうと、その、と岡部工業っていうところが、と年内にそのクリーンパテーションを、 まあ増やす増産するっていうような話が書いてあってでここ20年ほどはエアテックから製造を受注してっていうようなですね書き方がされていたんですねはいなので日本エアテックがまた改めて見直されて買われてという状況だと思いますねはいでまあそれとですねまあ関連してその空気洗浄機を出している YSE ホールディングの方も、まあ、上げていたということだと思いますねてかこっちの方が逆に7%上げたんですけどねはいこっちの方が動きが軽いので 上げたととといいうことだと思いますはい。y c ホールディングでした。はい。続いてですね。あと、プロルートですね。はい。プロルートがなんと17%あげましたね。で、今日なんであげたかは、僕も全くわかりません。はい。ただ、うまくこの、リバーポイントに乗っかったんでしょうね。と思いますけどもね。うん。まあ、プロルート持ってた方はよかったですよね。はい。おめでとうございます。プロルートでした。はい。ゲーム関連です。まず、エイミング。エイミング。 今日も上げました、ぶち上げて5%ちょっとですけども、上げましたね。はいこの、と、地合いの悪い中でよく頑張ってると思いますね、イーミング、本当にね、連日。はい。まあ、チャートもね、すごい力強く上げてきちゃってるんですね、これね。今日、正直ね、下げるかなと思ってたんですけども、今日、またぐいって上げてきましたね。すごいですね。で、これは何かというと、この、はい。ドラククエののタクトってやつはいこれの と配信がですね。7月16日木曜日に配信開始っていうことがですね。まあ、先日出た,出たんですよね。なので、これそれのまあ期待感ですね。非常に上げてきているということですね。頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。そしてえにし、縁石縁石の方は6%下げましたね。うん、後頭部の花嫁っていう。まあ仲かの,のね。コンテンツなんですけども、もうん。ただ最近ずっと上げていたのでね。ちょっとまあ調整っていう感じにはなってますけどもね。 どこかでで必ずリバーは来ると思いまますす。ね。これも注目します、はい、続いてガンホでガンホも7%近く下げてたんですよねでついにちょっと2000円割っちゃったんですけどもうんまあでもそうそうね買い得だと思うんですよねガンホもねでガンホは何かっていうとはいこれですね、えっとニンテ s ドスイッチの忍者ら、はい、200万ダウンロードを突破ということでこれ 結構ねテレビでも CM やってると思うんですけどもかなり人気だと思うんですよねでまたその新型コロナの第2波が来るってことで、まあ、こういうのがねまたと流行ってくるんじゃないかっていう期待感もあると思うんですけどねまあ残念ながらちょっと今日7%下げましたけどもねまだまだ期待しますよガンホーさんはい続いてゲーム株ボルテージでボルテージ今日10%下げましたはいえで昨日ストップ高だったんですよねストップ高だったんですけどもうん 今日はです、ね、ギャップアップはしたもののとかなりちょっと後半ね下げてきて、まあ、日経と同じ感じで、まあ、板がですね崩れていったということですねはい、まあ、日経に勝てなかったら残念ですねでボルテージのねネタはないかっていうとまあ昨日もお話をしましたけどもこのとダウトっていうのがね中国のその方で10万人突破っていうことなんですね登録ユーザーがでこれがですねこのとテンセント はい、がやっている『レイレイ』っていうとアプリ内のランキングとしてと4月5月が2ヶ月連続で1位で6月も人気が1位売上が2位となるっていう順調ですというものがですね出たんですね、はい、4月9日ですけどもでこれでですねまあなかなかおこれはすごいじゃんっていうことでと木曜日はストップ高まで上がったということですね、はい、でただですね、あのー、この登録 とと、っていうか、ここのののカテゴリリーがですね、えっと、一応このアプリの内だと読み物アプリ内での総合ランキングっていうことでそのゲーム株全体とかねそういうことではなく、えっと、読み物あくまで読み物アプリの中ですということの、まあ、限定的な話なんですよね。なのでちょっとまあそこまでインパクトないかなっていうことで、まあ、今日ちょっと落ちたのかなっていう気はしますけどもでもねまだまだ時価総額ちっちゃいんですよ。なので、 とこれはねまだまだ今日は崩れたもののまた時代次第で盛り上がるんじゃないかっていうふうに僕はちょっと期待しているのでこれも注目しています。はいボルテージでした、はい、で続いてフィンテックはいフィンテックと OK ウェーブ、はい、OK ウェーブはとアメリカのその大物のね IPO の株を持っているっていうことでと注目されて上がってたんですけども。 今日またね元に戻るぐらい下がってきちゃってねちょっと残念ですけどもまあでもねちょっとだけでも持っていれば楽しめると思うんで僕はちょっと注目しています o k o w e でしたはい続いて IPO はい IPO はですね今日はロコガイドがですね6%上げたんですよねまあずっと僕もロコガイドロコガイド言ってましたけど今日もね6%上げてくれて本当にありがとうございますはい でこれの内容ねあの電子チラシの配布とかねそういうことで、まあ、新型コロナ関連にまあマッチしてるってこととあとはその有名な方がねあの経営に携わってるっていうようなこともあるので,でこれはずっと注目って言っていたんですけどもはい6%上げてくれてありがとうございます。であとグッドマッチがですねちょっと形崩れてきてうーん右肩下がりなんですよねどこでちょっとうんストップがかかるかこれも注目はしています。はい、残念ですが頑張ってください で昨日、発音がついたブランディングエンジニア、はい、今日7%ちょっと下げましたけども、まだですね、これギリ、昨日の発音よりもまあ上でとどまってますんでね、これもまあ悪い方じゃないと思うんですよね、今後期待できるかなというふうに思ってます。そしてスピーはい今日上場して発音がついて、まあ、そこそこ、ね、上がって終わったという形になってますね。はい、で、スピ p はですね、どういう会社かというと、 はい、このデータ資産を利用したマーケティング活動を支援するというようなものなんですね。で発電がですね5150円ということで,で公募価格が2 8 8円なのでまあ1.7倍8倍そのぐらいで寄りついたということですね。はい、でロックアップがですね結構かかったですが90日間っていうのがほとんどででロックアップかかってないのが0.77%ってほんのちょっとですからね。はい、なので <laughs> はい、また来週ね月曜以降といい動きをする可能性も十分にあるんでねこれは、はい、注目していきたいなと思ってますはいスピーでした続いて新ネタですで新ネタまずはデルタフライですねデルタフライ今日ですねお昼に IR 出ましたはいこれですね DFP14323 の臨床第2試験の効果判定評価 および新規特許出願に関するお知らせ。これが出ました。はい。で、この中でと言っていたことがですね、65.4%以上の有効性が確定しましたということなんですね。おめでとうございます。はい。良かったですね。うん。ということで、これがストップ高までいったということなんですよね。で、これ、前にもですね、ちょっと何回かそういう局面があって、上がっていてですね、時価総額がちっちゃいんですよね。はい。なので、 これ結構ね軽い感じで上がったり下がったりするのでデータフライ注目しています頑張ってくださいはい次大戸屋、はい、で今日はですねストップ高まで、まあ、買われてちょっとその後ダラダラ下げてしまったんですね、はい、でこれですね大戸屋どうしてこうなってるかって話ですけどもまあ皆さんご存知かと思いますけども TOB の話が出たんですよね、はい こっち,いこっちはいで3081円で TOB をしますよというのがですねコロワイドっていうところから IR が7月9日に出たんですよねコロワイド側の買い付け価格が3081円なのにとなぜかですね今日ストップ高でそれよりも高い値段でですね取引される場面があったんですねそ、はいまあ、その後下がってきましたけどもそれで なんでまあそういうふうになっているかというと実はコロワイドはですねまず今すでに20%の株式大手トの株式を持っていますで今回 TOB をかけるって言っているのはですねあと30%ちょっとぐらい買うよっていう話なんですよねでそうすると全部でですね、まあ、50%ちょっとぐらいいくということになっていて最大ですねでそうするとまあ子会社になるということなんですねコロワイドは一応そうしたいということなんですね でただ、と100%全部買うっていうわけではないので、そうすると、と通常ね、100%全部買いますっていうと、その提示したね、TOB 価格にもう本当に採用されて、で、終わりっていうふうに、まあ、普通になりますよね、だけどもと5、5割、全部でね、5割ぐらいっていう話なので、なので、そこの価格にですねと収束しないんではないかって考える人たちがいて、でそれでストップとかまで、今日行ったんですよね。はい でそれは何でそういうふうに思われたかっていうとオード屋側がですねこの IR を出しているんですねこのコロワイドによる当社株式の公開買付に関するお知らせっていうものを出していてでこの中で一方的かつ突然に行われたものですという話が出ていてですね要するにその、まあ、敵対的買収に捉えているとい、はい、なのでじゃあこれに対してその例えばねコロワイドの買収に対して 大側が MBO、マネジメントバイアウト経営者側が何かそのと逆にね TOB を仕掛けてくるんじゃないかとかねあとはその別の勢力がもっと高い値段で買いに来るんじゃないかっていうようなことを、まあ、思惑としてね感じる人たちがいてなんでねそういうふうに思う人たちがいるかっていうと,とユイゾっていう、まあ、会社皆さん ご存知かと思うんですけども、まあ、その会社が敵対的 TOB をされそうになった時に、まあ他の、ね、ところがといろいろ、ね、買い付けに来てそれで、まあ、いろんな提案をしてきて、ね、で株価がいろいろ大変なことになったっていうことがあったんで、はい、そういうのを、ね、連想されて、まあ、買いに来ている人たちがいるということだと思うんですよね。はいまあ、なので、ね、この買収劇がどういうふうに収まっていくか、ね、あの見守っていきたいなっていうふうに思ってますね。はい、大手でした で今日ですね8%以上上げたんですよねでこれは何かっていうと,と GoTo キャンペーンが22日から開始宿泊代割引からっていうようなまあことが書いてあってでまあ交通大臣が4月22日から 一部を先行して始めると発表したということなんですよね。はい、なので、まあ、これで上げてきたんですけども、うんまあ、どうなんですかね、都内まだ240人とかね、感染者がいる中で、うん、まあ、ちょっと僕はね、あんまり全然遠くには行く気はもう全くないですけども、まあ、それでもね、やっぱり、うん、この思惑で株は上がるんですよね、はい。というのが新ネタでした。それで、4月10日。 注目株と言っていた中で第2個ですねで第2個がなんとかいい形でと下値をね支えながらこうリ,リバの柱台を形成しつつあるのでそうそうないかねいい IR を出してくれたら上にガツンといけるんじゃないかなっていうふうにねちょっと見てますけどもねはい期待しています。あとフフィードフォードォスですねこれ毎日 押しししててるって話をしましたが今日ですね結構上げたんですよね上げたんですけど結構ガクガクガクッとこう下がって結局まあちょい下げで終わりましたけどもね、はい、3年連続最高益更新っていうネタとあとはその自分よりもでかい会社を子会社がしているっていうね面白い会社なんでこれはずっと注目していますそれでは7月13日月曜日の注目銘柄ははい「リボミック」。 ボルテージガンホーエニッシュダイニッコフィールフォース、テラオーケーウェイブアンジェスエアテック YAC ホールディングプロルートデルタオーはい、このように中心に見ていきたいなと思ってますそれではチャンネル登録よろしくお願いいたしますまたお会いしましょうじゃあねバイバーイ